こっちのゴミは全部拾い終わったよ。了解。私の方も終わったよ。私と春菜さんも集め終わりました。それにしてもすごい量ですね。おば様からゴミ拾いをお願いされた時は、ゴミを捨てて帰る方がいるなんて想像もしなかったのですが。本当、あっちこっちに落ちてたよね。こんなに綺麗な海なのに。マリカ、ちょっと悲しいかも。毎年こうなんだよね。おばさんが自治会の会長になってからもいろいろと対策してるんだけど、何をやってもこうなっちゃうんだ。でも海に来てくれるお客さんのおかげで生活できてる人も多いから、結局は地元の人間で守っていくしかないかなって話をしてるの。素敵な場所ですものね。ええ、心地よい夜風と波の音、そして目の前に広がる満天の星空、まさに芸術ですわ。でしょでしょ。せっかくだからもう少し見ていこっか。賛成。みんなは今日一日どうだったかな。マリカはね、すっごく楽しかったよ。私もです。大変な一日でしたけど、本当に楽しかったです。海の家のお料理があんなに美味しいなんて知りませんでした。ええ、本当に。レイちゃんもハルナちゃんもめちゃくちゃ感激してたもんね。おばさんすごく照れてて面白かった。あと浜辺で食べるアイスも美味しかったです。お風呂上がりに食べたポテチ以来の衝撃でした。背徳感は否めませんでしたけど、甘美な味でしたわ。本当に素敵な一日を過ごせました。ですがもう少しお仕事やマリンスポーツは上手にこなしたかったです。それは私もですね。トワさんとマリカさんがテキパキと動く姿がかっこよくて憧れてしまいました。そう、そうなんです。あんな風に立ち振る舞うことができるなんて素晴らしいですわ。それに比べて自分自身の視野の狭さといったら、経験不足を実感してしまいますよね。二人はすごく私を褒めてくれるけど、私だって初めから上手かったわけじゃないよ。やり始めた頃なんてすっごくひどかったんだから。運んでいる途中に料理はひっくり返すし、クーラーボックスを閉め忘れて氷は全部溶かしたし、しかもそれ何年か経っても治らなかったんだから。マリンスポーツだってさ、同級生の子にどんどん差をつけられた時もあったんだよ。今の姿からは全く想像がつきません。きっとそれだけ努力したんだよ。諦めの悪さとへこたれない勇気だけは一人前だったからね。最初の頃の私に比べたら二人とも上手だったし、絶対うまくできるようになるよ。気合と根性ね。わかりました。私も負けません。私だって頑張りますのよ。レイさん、何か具体的な目標を決めましょう。全てを一気にやろうとするのは勇み足ですわ。では明日はもう少しお客様とうまく話せるようになりたいです。おお、いい目標だ。トワちゃん、接客のコツって何かないかな。みんなに好かれやすい方法とかあったりしない。あ、それぜひ聞きたいです。何か極意があるのでしたら。コツか。やっぱりおもてなしの心を持って接するのが一番かな。自分がお客さんの時に、こんなお姉さんが接客してくれたら楽しいのにな、楽しかったなっていうのを自分でやってる部分はあるかも。おー、わかりやすい。
お店じゃなくてアイドルがステージのお客さんを盛り上げようとするのを見た時に思いついたんだけどね。それをやるようにしてからみんな笑ってくれるようになってお店で働くのが楽しくなったかな。レイさん、ひょっとするとお茶会を催す際に先生から言われていることと同じなのでは？良いおもてなしができるのは総じて良いおもてなしを受けたことがあるお方というお話ですよね。お店は不慣れでもお茶会での経験でしたら私たちでも。やってみましょう。明日再挑戦です。いい具合に目標が決まってよかった。風が冷たくなってきたし、ゴミ捨てに行こっか。ゴミ捨て場はあちらですよね。レイさん、行きましょう。ポワちゃん、どうしたの？私なんかが偉そうに言ってよかったのかな。ポトンだといつもイブキやノアに叱られてるし、バイトも本当に最初はひどかったんだけどな。全然大丈夫だよ。トワちゃんはすっごくいい子。そう？うん、偉い子、すごい子、素敵な子。今日一日二人が海を好きになれるようにって頑張ってた姿、マリカはしっかり見てました。100点中の1万点です。マリカちゃん、ありがとう。やっぱり褒められると気分いいな。おかげで元気100倍だよ。明日も頑張っちゃうもんね。その息だよ。みんな一生懸命で素敵だな。